はい。ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、今回はね、えー、セガサターンがね、ついに29周年を迎えたということで、まあ、中途半端なんだけど、まあ、1994年の11月22日にセガサターン本体ね、と、あと、まあいくつかの対応ソフトが発売になりました。で、今、2023年の11月の22日、これで29周年になりましたということなんですが、あのー、 よくね、このチャンネルでは、その、発売日のね、周年の時にね、あの、その年初,あの初期のね、発売タイトルを紹介したりするのやってるんですけども、さすがにね、29は中途半端だろうってことで、まあ、あの、覚えてたら来年ね、30周年の時に、その発売時期のものとかをやろうかと思うんですが、今日はね、全く違うことを、えっと、今日やるのはね、ほうせがサターンということで、なんのこっちゃって思うかもしれないんですけど、これね、 神秘の世界エルハザードホーセガサターンってこうゲームソフトがあって、まあ、ホーセガサターンってあるわけですよ。で、あの、セガサターンのゲームソフトなんだから、ホーセガサターンつけなくてもわかるだろうっていうのが、まあ、まあ、1個あると思うんですよ。だからこれ何かねこう、他に何かの作品があって、まあ、セガサターンに来たんだなって、こう、印象付けるものだったりするわけですね。で、ちなみにこの神秘の世界エルハザードっていうのは、当時、まあ、OVA で展開されて、で、 テレビアニメ化地上波のテレビアニメ化されてという、まあ、2つのこうあるんですけどもでゲーム化されてるだからまあ法セガサターンかないやいやちょっと待って待ってあの「ドラえもん」とかね出た時にね <laughs> あのハドソンドラえもんとかもドラえもん法ファミリーコンピューターとかつけてないじゃんまあそうなるわけですけども、まあ、こうそういう意味ではあのアニメ OVA があってゲームがついても法、まあ、なんちゃらってつけ方はあんましねえだろうってところになってじゃあ何って考えるとあ,あああ 他の地種で出てて、まあ、セガサタン版なんだ。まあ、そういう発想になるわけですね。まあ、だからこういうのはパソコンの方とかでね、こう展開されてたものが、こう、移植されてきたとか、流れてきた。こういうふうな見方をすれば、まあ、大体こう、収まりがいいだろうと。まあ、ハード面が付いてた場合ね。こういう収まりがいいだろうというまあ考え方がまあできるよという話なんですけども、じゃあ、これはどうかって話です。天地無用、両王器。 極楽紳士ひろむ、法瀬傘タン、ややこしいんですよね。で、天地無用がすごいややこしいのが、まあ、これ以外にもね、えっ、ー、と、天地無用、えー、身寄り温泉、湯煙の旅、とかね、<laughs> 天地無用、投稿無用、とかね、はい。あ、あこれ、あ、ちっ これに、これにこうアニ、アニメじゃないや、えっと、おまけ CD がついたりするんですけど、まあまあいいんだけど。と、あと、こう、天地無用、連鎖必要とか言って、まあ要は、天地無用って作品なのか、 天地無用、両王器って作品なのか、わかりにくいじゃないですか。まあ、当時アニメを見てた人から、あ当時 OVA を見てた人からだったらわかると思うんですけども、アニメ化するとき多分天地無用でやってると思うんだけど、天地無用、両王器っていうのが、まあ、 当時のね、OVA でこう展開していたシリーズ、1期、2期、3期、4期みたいにあるんですけど、で、まあ、その後は、その天地無用プラスなんだか編みたいな感じ、なんだか、まあまあ、あの、サブ隊がつくような感じなんですけど、だから、この天地無用に対する両応っていうのは、こう、あ、サブ隊、サブ隊っていうか、まあ、当時としてはこ、これフルで OVA のタイトルだって感じなんですけど、で、極楽 CG ロムなんじゃ、ほうセガサダンなんじゃってなるわけですね。で、ここでまたややこしいのが、 サタン版が出る前にこれが出る前に PC エンジンで天地無用両方、えー、って出てるわけですよ。 で、今ねお話しした説明しただけでもわかると思うんだけど「天地無用両王域」っていうのはこの一つのコンテンツの名前はアニメのねコンテンツ OVA のタイトルの名前なんでだからこれはえっ、ー、とまあこれもゲームとしてね「天地無用」と中の領域っていうゲームがあるわけじゃなくて「天地無用両王域」っていうねあの作品のゲーム化だよっていうこう風になるわけですよ。でそうするとこことここの関係性っていうのはちょっとねぼやけてくるわけですね。 で、まあこっちは、あの、アドベンチャーゲーム。えー、っと、SF アクション、ギャグ、何でもありの、えー、ハイテンションラブコメ、天地無用、両置、ビデオシリーズの第1期と第2期をつなぐゲーム、オリジナルストーリーを、えー、アドベンチャーゲーム化、マルチシナリオ、えー、だから何度も楽しめる。まあそういう感じなんで、まああの、原作の、 だから OVA ね。<laughs> 1期と2期の間の話。なので、まあ、あ五五話とかなんかそういうような微妙な位置づけのタイトルになってるんですけども、一応こういうのが出てると。じゃで、じゃあこっちはどうかっていうと、<laughs> まあ、ああの、まあ、あぶっちゃけここに書いてあるんだけど、えー、天地無用のことならお任せの CD-ROM。初級、 から超カルトまで6ジャンルあるクイズやストーリーダイジェスト CG 着色による美しすぎるグラフィックその上声優7人の取り下ろしボイスまで聞けてしまう超贅沢な一品だよまあ、ここまでどうでもいいんだけど <laughs> じゃあ読むなよって話なんですけど、えー、パソコン版からの完全移植プラスアルファということはってあるわけですねだからこっちはこっちでアドベンチャーゲームなんだけどこっちは実は これとは、このアドベンチャーとは全く関係ない形で、あの、こういうね、天地無用両王置極楽 CD-ROM というコンテンツの、えー、宝セガサ短版なわけですよ。ややこしいでしょ。だから、これは天地無用極楽 CD-ROM っていうのがパソコンの方で展開されていて、あの、それのセガサ短版なんですよ。 だから、こことここをね、直接なぐじゃダメで、OVA の天智無用両王機っていうのがあって、のゲーム化。で、天智無用両王機の、まあ、クイズとかのこう展開したパソコンのシリーズっていうかタイトルがあって、それの法制がサターン。まあ、こういうような見分けが必要なわけなんですよ。だから、ここのね、 まあ、両方機で悩んじゃいけないんだけど、この極楽 CD-ROM ってところをちゃんと注目することが必要ということです。なのでね、あの、天地無用のね、アドベンチャー、天地無用、えー、両方機のアドベンチャーゲームやりたいなと思った時に、あ、セガサターン出てるじゃんと思っちゃいけないわけなんですよ。 ほーセガサターンなんだけど、でもこれは、あの、実は極楽 CG ロムだって、まあ、こういうような認識をまず持っていただきたい。で、そっから、ちょっとあの、ここはあの、セガサターン関係なくなるんだけど、打速なんだけど、で、これ PC エンジンのね、天地無用両応きってあるから、まあ、で、ここでね、こういうのもあるわけですよ。天地無用両応き FX。だからさっきので行くと、あ、 そっかそっか、極楽 CD ロムじゃなくて FX ってついてるし、これ PCFX のタイトルだから、あ、こっちは、こっちの移植なんだな。まあ、これもね、あの、合ってるような合ってないような、半分合ってて半分合ってないみたいなたいあの感じだったりします。これ何を言ってるかっていうと、じゃじゃん、まあ、ここに書いてあるんだけど、 豪華絢爛二本立て、OVA テレビ、そして劇場映画等人気大爆発の天地無用が PCFX に登場。まあ、ちなみにね、ちょっとあの、発売時期にね、あの、開きがあるので、あの、OVA はもう特に他のね、あの後、後編、後編とか続編が展開されてるはずなんだけど、まあ、まあ、とりあえず FX で出たわけですね。えー、っと、で、PC エンジン版リメイク、 白は海、開光と新作、えー、清音愛偶かなこれちょっと後で読み方チェックするからいいか。の2編を収録した CD2 枚組。今度の天地は2倍楽しいぞということで。まあ、確かに、これの移植なんだけど、まあ、FX で移植異色なんだけど、ただ、あのー、 え、二つ入ってんのみたいな。全然お得なんですよ。だから、ある意味、あの、今からね、プレイしたいなと思う方は、ここでわざわざ買うより、こっち買った方がいいんだけど、まあ、どっち、どっちの方がね、ゲームのハードを持ってるかって問題もあるんで、わかんないんだけど、まあ、とにかくこういうようなメリットがあるわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、一応ここにね、えっ、ー、と、まあ、これが PC エンジン版。で、えっ、ー、と、もう一個新作。ということで、こう、 パッケージを開けると、こんな感じでね、あのディスクが2枚入っています。はい,、まあだいまあ。まあ、当時だとね、あの、1個で容量を 2, 2, も2個入れてもこう入りそうな気もするんだけど、多分、まあ、音声なり映像なり使うと容量食うんでしょうね。はい、2枚必要でしたと。で、えっ、ー、と、まあ、あとね、メインビジュアル的にも、こう、違うじゃないですか。 違うんだけども、取説の中を見ると、あ読み方ちゃんと書いてた。白亜開口はい。白亜開口のこのビジュアルと、天地無用のこのパッケージのビジュアル。これと同じですね。まあ、大体同じですね。はい。ということで、ここで、あそういう風になってるんだって確認ができると。で、ここ見るとね、PC エンジン版リメイク編。 天地無用両王記第7.5話って書かれてるわけですよ。だから、OVA のね、シリーズが、まあ、6巻1セットだったと,ところの後なんだけど、7じゃなくて、あ、違う、6とスペシャルみたいなのがあるのかな 7, ?7 本出てるの,てるのかなだからその後ってことで7.5なんですけども、で、もう一個その追加されてるのが、この清音法具、これ清音法具って読みます。はい。清音法具なんですけども、こっちはニューシナリオ編、天地無用両王記 第9.8話ということで、まあ、どういう、ちょっと僕の中ではこの9.8という位置づけの意味がよくわかんないんだけど、まあ、りとりあえず、その、多分、天地無用の、その、第1と第2の間ってところは保ってるのかなという、まあ、感じですね。はい。ということで、まあまあ、あの、まあ、あとはこのキャ,ラせキャラ紹介とかあるけど、まあまあ、あの、取リ 取説でかいと読み応えあるなってまあそういうまあ見やすいなって感じだったりはするんですけど。 まあ、とにかくね、あの、同じようなね、タイトルに見えても、中身だいぶ違うよって話で、まあ、あこういう意味では、今の天地無用、両王機というゲームだけで考えると、あの、PC エンジンと FX は、まあ、同じのが入ってるけど、FX の方が、ちょっと、あの、もう一個お話が入ってるからお得。で、セガサタン版は、極楽 CD ロムって付いてるけども、これアドベンチャーじゃなくて、まあ、とにかくアニメのやつの、まあ、 クイズのやつがパソコンで出てたやつの一色なので、あの別物。まあこういうような差別化っていうのをね、ちゃんとこう認識すると、あの、幸せになります。だから、法制がサターンって言葉だけにこう注目するんじゃなくて、全体のタイトルをね、こうよく把握しないと、まあだからね、天地無用、こうね、連鎖必要とか、これパズルゲームですよ。で、天地無用、これアニラジーコレクションなんか、まあまあ一応アドベンチャーゲームというか、デジコミというか、まあそういう類ですよ。 で、まあ、もう一個ね、天地無病、み、みより温泉。まあ、こ、これが多分、さっきの、えっ、ー、と、ね、えっ、ー、と、一作目の極楽 CD ロムと同じ会社が出してる、こう、 関連するタイトルにあたるんですけど、まあ、とりあえずね、あの、いろいろ出てるものっていうのは、こう、一個一個がね、こう、全部一方の線じゃなくて、こう、あまあ、全部メーカー違うんだけど <laughs>、あの、そしてバラバラになってるものを、こう、読み砕いていくと、いろいろとこうね、あの、間違ったゲームチョイスをしないと思うので、一応、フォーセガサターンに注目しつつも、他のところもちゃんとこう、注目してね、あの、勉強していただければと思います。だから、あの、エルハザードに関して言うと、家庭用ゲーム機に関しては、これしか出てないんで、 セガサターンかセガサターンじゃないかとあんま考えなくていいんですけどまあ一応そういう風にねよく差別化を考えてあのゲームを探してくださいという話でしたちなみにあのゲームベーシック法セガサターンに関して言うと特に OVA は出てないので OVA は探さなくて大丈夫です、まあ、ちなみにちなみにこれうんまあうんそうだなこれについての説明はあんまりよく分かんないけどいいやはい ということでね、あと、ほうせがサターンって、もう一個、クローズかなんか出てるんだけども、ちょっと持ってないんです、その説明はできないということで、一応ね、ほうせがサターンってとこのくくりでいろいろお話をね、ざっくばらんにさせていただきました。はい。ということで、えー、このチャンネルにお会いいただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、こんな情報、こんなネタをね、っ、えー、と喋ってほしいみたいなことがありましたら、ぜひ、いろんなとこのコメント欄にいただければと思います。はい。ということで、このチャンネルは以上で終わりです。はい。 チャンネルは終わらない。<laughs> この動画はこれで終わります。はい、以上、酒館でした。